磯の野球しようぜ。懐かし動画タイムということで、萌え袖でお送りさせていただきます。懐かし動画タイムです。ここ、まあ、生を授かり、まあ、授かられたくて授かったわけじゃないんですけど、まあ、生を授かって、10年、20年生きてれば、懐かしい動画がたくさん出てくるわけですよ。そういう懐かしい動画を掘り起こして、ディグって、夏のカシーカティになりたいね。ということで、カシーカティさん結婚してください。やっていきましょう。レッツゴー。3、2、1、ヨーサンディエゴ !OK! さあ、今回見る懐かしい動画こちらです。リアル青鬼これ見たことある人多いんじゃないですか？リアル青鬼。青鬼っていうね、PC ゲームがめちゃめちゃ流行った時に作られたリアル青鬼ですよ。RTA なんかも流行ったりして、もちろんヒカキンさんだってやってるし、そんな青鬼の実写バージョン、それがリアル青鬼で、めっちゃ懐かしくないですか？俺見たことないですけどね。すいません、マジで見たことない。本当に知らない。何リアル青鬼で。映画やったやん。いや、映画やる前からこの動画あるんで。実写版の青鬼の映画がやる前からこの動画作られてる。元祖リアル青鬼です。このリアル青鬼を否定するのは俺許さないっすよ。まあ、俺見たことないんですけどね。これ2011年の3月13日に公開されてるんですけど、えらい勇気あんね。2011年とかなんで俺 YouTube 全然ちゃんとは見てないですね。面白動画とかはもうほぼほぼ見てなかったです。もう YouTube はただただエロい動画を検索するツールでした。いかに検索履歴を残さずに探せるか、そんな勝負をしてましたね。実家で一人ぼっちの時に。甘いっすよね。なんかよう Twitter とかでさ、弟の検索履歴がヤバすぎるみたいな、なんちゃらエロみたいな、なんちゃらおっぱいみたいな、そういう検索履歴をね残してるバカガキがいるんですけど、甘いよ。甘すぎる。頭が悪い。最近の小学生はね、知能が足りてない。ゴミクソカス。バカなんだよな。本当にね、単細胞。マジ猿。早速見ていきましょう。スタート。おうおう、青鬼いたね。駅から15分くらい歩いたところに、ある館があった。わーおう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 、なんかすごいすごい。たけし、ひろし、たくろう。ひろしの後ろがミカ。あ、ほんとだ、4人おるわ。たくろう、どうしたや。たくろうのヘアスタイルがボンバイ。この画質がいいね。拓郎の髪がマジでイカれてる。この館何かいるんじゃないのか。あ、ここ館だったのか。気をつけろよ、ヒロシ。おう。あ、館狭っ。ヒロシはね、ちゃんとメガネかけてね。ただ物が落ちただけじゃないか。あ、始まってるわ。青鬼のストーリーが始まっとる。誰もいないんですよね。もう誰もいなくなってるんですよね。ああ青鬼だ。青鬼いた。ちょっと待って、すっごいなんか貧相な青鬼だった。いや、この青鬼ひどいよ。体濃いよ。せめて青い全身タイツとかね、あったらよかったんですけどね。めちゃめちゃネイビー。今のは一体？お、でもすごい地下ある、地下ある。開かない、開かない。再現してますわ。あまりにも館が庶民的すぎるけど。ああ青鬼だ。やばい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 、ああやばい、捕まったら死ぬよ。なんで歩いてんの？変なのが迫ってきたけど、巻いたみたいだな。よう負けたの。この無音すごいっすね。音が1ミリも入ってないのやばいな。ああ落としたわ。物音だけ SE 入るのね。せめて青鬼に追いかけられた時、あの BGM つけてほしいけど。ああなんだ、たけしか、びっくりした。たけし、お前さ、何してんだよ。ああ、拓郎がいるんか。やめて。白い服に白いテロップ被せないで、見づらいから。倉庫の鍵2。おー、いいね、いいね。うわあ、鬼だ、やばい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 、捕まる捕まる、やばいやばいやばい。さすがにちょっと小走りになった。さすがにちょっと小走り。小走りちゃん可愛いっすよね。俺大好きです、小走りちゃん顔。今回はなかなか負けないね。いや、捕まるんとちゃいますか。なんとか負けましたね。ああ鬼だ、やばい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 、たけしが、たけしが、たけしが、え、なに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 、え、お、銃だ、銃使えるんだ。マジで SE とか音がないから分かりづれ。え、死んだ、やった、青鬼ざま、お前はそこで寝てろ。おい、伸びて、タクロに報告しに行こうぜ。ああ、めっちゃ生きてる。うわ、すごい生きてる。よう頑張って撮ったね。ああ、ミカー、ミカがやられてた。ああ、またヒロシはかけ、ヒロシかわいそうに。おー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 おおおお、あー、やばいやばい、あー、たけしー、たけしがやられた。こういうね、デスゲーム系は生きったやつから死ぬっていうのが相場なんよ。やばいやばい、
タクロー、お前が真の男や。あれ、もうやられた、もしかして。やばいやばい、タバコ、吸いた。あー、たけし死んどる。なんで弾あったん？弾どっかで手に入れてたんか。マジ大人やから分かりづらい。ナイスナイスナイス。あー、まだ、もうめっちゃおるやん。お終わった、多分、これで。走れるんかい。後日この後館に行ってみたが、その時にはもう亡くなっていた。あー、怖い怖い怖い。スタッフ。最後だけ流れた。これ、エンジェルビーツのやつですよね。どえらいシュールでしたね。3、2、1、ヨー！股関節、オーケー！ということで、リアル青鬼でした。いやー、まあ懐かしかったですね。なんか画質とか顔とか風景とか、なんか服とか、そういうのが全部懐かしかったですね。まあ、この動画は俺見たことなかったんですけどね。なんか僕に見てほしい懐かしい動画ありましたら、ぜひコメント欄書いてやってください。ということで、この動画が良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは次回のシャーシャーアイズナー、さーて来週のザワエさんは。赤ご外せばしゃぶの味。紙で巻いた。この村には昔からとある言い伝えがある。タバコを祀らないと、たたられる。隣の家のサッチャッチのライター行方不明なんだって。やり隠しじゃ。誰かが奉納してたタバコを盗んだ？タバコを吸った人が原因不明の肺がんで死んでるんだよ。タール1ミリのやつに人権なんてねえんだよ。ユージ、それアイコスじゃなくてグローよ。これが平安時代のタバコ。また値上げかよ。この村は昔謎の山火事が多発していた。喫煙者なんかみんな死んじまえ。私今禁煙中なの。ロクデューレン、ロクデューレン。だから子供をバラして紙で巻いて祀ったんじゃ。20年前、子宮が4つある女が不審死。マイルドセブンはもうメディウスなんだよ。あの時俺が吸ったのは砂鉄、いわゆる人柱、人ジョイントを作ったんじゃ。もう私嫌。大丈夫、俺がお前の分まで吸うから。誰かがタバコになればこの呪いは終わる。ガタガタ、タイガタガタ、抜かすな。タール600ミリ。この村からは誰も逃れられん。あなたを愛してる。矢には吸っても吸われるな。もう吸わないで。俺がこの呪いを終わらせる。気がつかねえ、まさかアメスピか。これは薬剤じゃ。ヤニカスだって一生懸命生きているんだ。ヤニカスなめんなよ。ヤニ神様。